皆さんこんにちは、白間です。ラジオポイネリカ第51回やっていきましょうか。いやはやこれ撮影してるのは9月4日なんですが、もう9月に入りましたよ。秋の夕暮れと言いますか、夏の面影は一体どこ行ったのかと言いたいところですが、全然残暑が残っておりまして、一部界隈ではまだセミが鳴いている、そんな時代です。時代というか時期ですね。最近この前配信でも言ったんですけど、春と秋のね、間がすごく短くなって、なんか春夏秋冬よりというより夏冬みたいな春と秋が消えて夏冬になってるんじゃないかみたいな、ね、そんな感じします。なんだかんだ今年も早かったですね。年を振り返るのはまだ早いかもしれませんが、つい先日ハッピーニューイヤーといったにもかかわらず、残り3ヶ月足らずでもう明けまして、今年も1年ありがとうございました。良いお年をと言ってからね、明けましておめでとう、ユージリッキーですよ。時が経つの早いですね。なんだかんだ1月の頃は、年を迎えた時は全然そんなこと思ってなかったんですけどね。明けましておめでとうございます。今年も1年長いなと思ってたんですが、いやー、日が過ぎるの早いっすわ。まあ、今日のお題はですね、特に何も考えてなかったんですけど、秋って言ったら皆さん何を思い浮かびますか？まあ、読書の秋、芸術の秋、食欲の秋、うんぬんかんぬんの秋、あ、運動の秋やったっけ、あとなんかあるかもしれませんが、秋って言ったらやっぱ僕はね、まあ、学校とかやったら行事ごと、運動会とか、あとはなんかです、文化祭とかね、そういうのがあるかと思うんですが、最近ってどうなんでしょうね。一時は、まあ、文化祭やったりやらなかったりとかいうのがありましたけど、最近は文化祭やっぱ、ちょっと待って、グッチも発生するけど、自分の配信を見てた、配信見てたから自分のチャンネルを開いてしまったどうなんでしょうね。なんか文化祭をやらないっていうやっぱ学校もあるみたいですし、運動会もね、結構人というか学年によって分けたりするみたいな方もいらっしゃるんで、やっぱり未だにね、なかなかできなかったりするのでしょうか。まあ、そろそろね、コロナの規制もだいぶ収まってきて、まあ、マスクを外せる人もいなくはないですけど、一旦その辺はどうなんでしょうね。まあ、ただ学年ごとにやったりとか、まあ、文化祭はちょっと分かんないですけど、体育祭とかね、もう学年ごとにやったらクソしょぼいやろな。でもその分、あ、でもあれどうなんでしょうね、他の学年が運動会してるときに他の学年休めるんですかね、休みになるんですかね。だったらめちゃくちゃありがたいですけど、他の学年が運動会をしている横で授業とかやってたら気になって仕方ないですよね。一時はね、なんか学年対抗リレーとか、それこそなんか全学校学校対抗リレーとかもねありましたけど、そんなも全然なくなってるんですかね。あとはまあコロナやから、高校生の時、僕の高校では出店をやったりねしたんですけど、ただ出店もなくなるのかな、まあ、衛生上の観点などから出店がなくなったりとかする場合もあるんでしょうね。そうなったら何するんでしょうね。有志の人たちによるなんか発表会だけで終わってしまうというクソしょぼいね、文化祭ができそうですけど、できそうっていうのかな、やりそうですけど、それクソもんないなクソもんないな、やば。まあ有志の人たちって言ってもね、なんか運動部のバカ3人とかか、あとはなんかあったっけ、ほかあとなんかあったとしたら、あ、そうや、なんかダンス部とかダンスできる人たちのなんか発表とか、そんな感じですね。僕の文化祭の時はね、なんかお笑い大会っていうのがありまして、まあ、有志の人たちがね、もう数々の芸を見せて、まあ、漫才をしてこう笑わせるっていうなんかあったんですよ。一時俺が学年1年の時だったかなんかやっとった気がすんねんけど、その時にね、まあ高校は中学校だから、中学校やったと思う、中学校3年生から1年生までね、まあ先生ネタとかもいじりながらいろいろ漫才してたんですよ。その中でひときわね面白い方々がいて、
なんとその人たちがね、まあ中学校1年生やったかな、僕、うん、多分やったんですよ。で初めてのね、そういう出て初めて出たくせに初めて優勝しよったんですよ。でうわあいつらやばいやろみたいなって言って、ね、言われてて、なんか後々聞いたら、あれは実を言うとそのとある人たちのねネタをパクってたみたいな感じでなんか学校中で干されとったな、あいつらやばいでみたいな。それはね、もう M1 を優勝しているような方々のネタを使ってたらそれは面白いもんですよ。なのにね、まあでもそれで優勝にしちゃったもあれなんかなと思ったりするんですが、でも他のね人たちも面白かったんですけど、あの人たち、あの子たちどうなったんでしょうね。あの後全然知りませんが、めちゃくちゃやっぱ上級生とかからね感じ悪みたいな感じで見られとったんで、やっぱああいうのは良くないですね。誰も幸せにな、誰も幸せにならんというか、まあ、パクることが悪いことかって言ったらね微妙ですけど、それを要はあれでしょ、人の論文パクって卒業論文書いて合格するようなもんでしょう。まあ後々怖いよね、単位取り消しとかそういうのがあるから、やっぱなかなかああいうのできないっすよね。あと文化祭の思い出って言ったらね、なんか僕の時学校中全員学年ごとになんですけど、なんか紙配られて、なんか数字を同じ人同士は結ばれるよみたいな、なんかクソったれみたいな企画あったんですよ。アホのなんかどう、僕はあれ高校の最高学年やったかな、なんかアホのやつらがやってたやつやねんけど、マジ学校中の全員に配って、1から51 51じゃんけど多い数ですね、配って、この数字同士の人は結ばれますみたいな感じでやってたんですけど、まあ僕全くそんな興味なかったんで高校一番みんなが青春青春してる時に僕青春してなかったんで、友達と回りながら、あーお腹すいた、なんか出店で買おうぜみたいな、そんなことばっかり言ってましたね引きこもって。でなんか体育館で有志の発表会あるとかいう時もみんなで教室に行こうって、ゲームしようぜっつって学校中うろうろしながらゲームポチポチして遊んでたイメージありますね。僕の学年祭というかそういう文化祭のイメージってそんなんなんですよね。今時あれなんでしょうかね、学年祭文化祭の後にキャンプファイヤーをする学校ってあるんですかね。なんかあれは本当めちゃくちゃ古いイメージと言いますか、なんかすごい伝統的にやってるのかなと思うんですけど、ないですよね最近。どうなんでしょう、僕はあまりそのキャンプファイヤーを文化祭の後にやるっていう学校を見なくて、ツイッターとかでもこう秋になったら文化祭楽しかったみたいなねありますけど、たまに別のアカウントでリツイートで流れてきたりするんですけど、いかんせんそういうのが全く流れてこず、キャンプファイヤーね、まあ所詮関西なんで関西ではやってないのかもしれませんけど、関東とかやったらやってるんですかね。なんでキャンプファイヤーなんでしょうね、焚き火じゃあかんかったのかな。まあまあ文化祭の後にね焚き火でパチパチパチってのもなんかアホ臭いですけどなんかね、キャンプファイヤーの方がちょっと見た目豪華ですけど、あれキャンプファイヤーやって何すんの、なんか踊るんでしたっけ。今時シャルウィダンスって言って踊るね、高校生いたらギザでナルシストなやつって思われるだけですから、ね、いやーごめん水筒が倒れたお前は何をしてんねん、ラジオ収録しながらと言われるかもしれませんが、ぜひね皆さんでなんかそのキャンプファイヤーで踊った経験とかあれば、僕やったことないんで聞いてみたいんですよね、何をしたかみたいな。でキャンプファイヤーで踊った人同士は結ばれるみたいな、僕そういうなんか所詮漫画程度の知識しかないんで全然知らないんですよ。もしねなんかキャンプファイヤーの思い出とかあったら、もしくは誰かのね友達がこんなやったとかでもいいんで、ぜひぜひ聞かせていただければ、僕の失ってしまった文化祭を皆さんのコメントで補えるんじゃないかなと思います。露骨なコメント稼ぎですまあね、でもキャンプファイヤーわざわざあれ丸太ね、なんか 1,2,3,4,5,6,7,8本ぐらいやって、そこにね枝とか入れて燃やすんでしょ、えらい金かかってんなというラジオっぽい何か第51回文化祭の話がほとんどでしたね。ありがとうございました。